お疲れ様です。今これどこ向かってるんですか？今日はね、俺いつも行く C 社屋にちょっと時間できたからね、今日は C 社チル動画。 C 社チル動画面白いの。 C 社チル動画俺が勝手にいつも行ってるところチルってるだけなんだけど面白い。行きつけの。そう、よく行ってるとこ、ほんとここで。あ、もう着いた。ああ、C 社到着しました。あ、そっか、初心者だもんね。さっきめっちゃむせてたよ。むせてました。どう？いや、 C 社うまいっすね。うまいでしょ。おいしいけど、ちょっとこう喉にクッときて咳込みますね。もうおいしいです。いや、うまいでしょ。これがいいの、このアイスホースってやつね。これがもう超冷たい煙がすごいの。これすごいですよね。何味？これなんかカフェラテっぽい甘いやつです。今もう減量中だから甘いものが基本的に食べれないじゃん俺。もう全部基本ダメでしょ。だからC 社でやたら甘々系を、家でもよく C 社作るんだけど、全部甘い系ほとんど。これでね、俺もう食欲を抑えてる。お腹いっぱいにはなんないよ。お腹いっぱいにはなんないんだけど、うまいみたいな。しかも最高に時間潰せますね。めっちゃ時間潰せる。これがね、最高のチルだと思う。どう？甘筋トレガチガチの動画と違って、え、ゆるゆるだよ。だって今日はちょっとこの C 社で僕からちょっと質問を何個か考えてきたんで、お、はい、投げかけて答えてもらおうかなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあちょっともうアキトさんのプライベートのことを聞いていこうかなと。プライベート、はい、いいよ。思います。プライベートがいいよ。プライベートです。全然隠すことないもん。プライベートあんまり僕知らないんですよね。で、多分これ見てる人もそんなにアキトさんのプライベートってすごい知ってる人いないと思うんで。出してないもんね。だからもうこれを機にガンガン聞いてみんなに知ってもらおうかなって。まず第1問、ちょっと優しめのところから。何優しめの？何浅めのところ。浅めのね。アキトさんの休日。あ、休日の過ごし方。そうです、アキトさんの休日の過ごし方、うん、まあ、大体こんな感じで過ごすよっていうの。あ、で、うん、大体ここにいる。でも C 社もちろん行かない日もありますよね。ね、丸一日休みっていう日がほぼない、まあ、パーソナルとかに関しては入ればやるし、はいはいはい、でまあ俺もそれ嫌いじゃないから、あ、まあ、1本とか2本とかサクッとやって、あとは休日っていう感覚だから、丸々休みっていうのが前もって旅行に行く予定を立てるとかそういうことやんないとないから、はい、基本家から出ない。そう、基本人と関わらない。友達とガンガン予定詰めて遊んでとか。いや、友達がいないもん。ゼロじゃないですもんね。まあまあまあ、だから友達だってそんな遊ぶ友達なんていないの。じゃあ本当にもう家でまったりだ。家で C 社吸いながらアニメ見てる、ダラダラしてるジェイタンさんで。もうそのぐらい。アキトさんが普段行ってるジムとかって聞いていいんですか？ああ、いいよいいよ。エニタイムのゴールドジムが会員なの。へえー、あ、そうなんですか。そうそう、エニタイムはどこでも行けるでしょ、はい、で、ゴールドジムも俺全国の会員だからどこでも行けんだよ、はい、だから、まあ、基本同じところにずっと行くんだけど、はい、まあ、気分転換で別のところ行ったりとか、まあ、ちょいちょいやる。あとはディーパー、俺がパーソナルやってるディーパーで筋トレやってる、はい、あ、そうなんですね。普段ゴールドジムとか結構行くんですか？ほぼゴールドジム。場所的に家から歩いて行けるとかだったらエニタイムに行ってるかもしれない。あ、これ別にどこでもいいんだよ。アクセスが良くて、まあ、マシンのこだわりも別に俺そんなにないから。そうです。フリーでダンベルがちゃんと重さあれば大丈夫。ちょっと次、これちょっと気になってたんですけど、アキトさんってお酒って飲みますか？え、うん、飲む。あ、飲むんですか？うん、減量中は飲まないけどね。あ、お酒飲むんですね。お酒飲む。これ意外ですね。でもなんか別に好きなわけじゃない。毎日飲みたいとかでもないし、アルコールを美味しいと思って飲んでないとか、楽しくなるからとか、例えばみんなでバーベキューやるとか、はい、そういう時は飲んで。バーベキューしたりとか、みんなといる時にお酒飲む、うん、そう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 。あ、そうなんですか。一人の時は基本飲まないから。これぐらいの頻度で。まあでも週に1回とか。週1ぐらい。ハイボールとかしか飲まない。
ハイボール、うん、あ生というかじゃないです、生いいやな、生好きじゃない、うん、ちょっとなんかこう筋トレ始めてお酒に抵抗感が生まれたりとか、これは別にないかな、変にそれでさ好きな人はそれで我慢した方がさこれちっちゃいそうじゃん筋肉分解しそうじゃん、逆にストレスになる、そう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 、まあそんなこう我慢して我慢してしすぎる必要はないよ、うん、いいんじゃない、まあ、適度に飲むの、まあ、オフはね、まあ、ちゃんと考えて、何食べてるんですか、飛んだこれ俺も飛んだ原料食、この映像も貴重なんで、ハイカーボだから玄米なんだけど炭水化物が多めで、肉、鶏肉でしょ、はい、うん、塩で味付けてるから米は俺が一番好きなこのすき焼きふりかけとか、あ、ふりかけで食べるんですか、ちょ、取れ高優先でガンガン回していこうかなっていいよ、飯はいい、あれだよ、原料中のハイカーボって俺週に2回あるかないか、ローカーボの日ってほんと少ねえの、米が、あ、そうなんですね、もうなんかもう二口で終わりそうなぐらい集中させて、なんかさ、カメラ回ってるとさ、味しないの分かる、はい、分かります、分かりますもう今一食が大事ですかね、うん、貴重ですからね、もう相当集中してるよ、今シーシアでもこうやってご飯食べてるんですよ、あ、いいっすね、基本ここで飯も食うし、はい、経営者も食うし何でもやる、基本ここで何でもやるっていう感じで今日もご視聴ありがとうございます、終わらせないでください全然もう何個か質問あったんですけど、何ちょっともう後半中なんでちょっとあと1個でいこうと思います、あと1個、はい、今減量食食べてるっていうところで今の減量 の進み具合、近況報告を、あ、体のコンディションの、はい、それを聞きたいです、ここ1週間ぐらいで、はい、ギュッと体が変わってきた、体重もギュッと落ちてきてから、ここ1週間ぐらいでだいぶ変わったんじゃない、インスタとか見てもらえるのが、はい、だいぶ変化は分かったので、はいはいはい、普段は結構腹から絞れるんだけど、はい、なんか腹が絞れずに肩とか腕から足とかから絞ってきたので、はいはいはい、やっとここ1週間で腹が絞れてきたような感じ、別に何か変えたわけじゃないから、有酸素を20分を30分にしたぐらい、体重も落ちは落ちたね、これ1週間で1キロぐらいスポンとした、あ、本当ですか、大会まであと2ヶ月前ぐらい、うん、でそこまでっていうことで、とりあえずはね、ちょっと集中してそれでやっていこうかな、はい、そうですね、じゃあこのペースで落としていけば、うん、意外と早めに仕上がるんじゃないですか、あ、本当ですか、うん、体の感じ、はいはいはい、ちょっとあれですね、たびたび体そろそろちょっとね、まあ公開してってね、そうですね、もう少ししたら動画でもね、はい、ちょっとあんまりこのご飯タイム、じゃあそろそろ爆発しそうなんで、なんか集中させて、これで集中させてという感じで、はい、今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。